にちは、ミニマリスト沙織です。今日から、私のミニマリストへの道ということで YouTube を始めていきたいと思います。まず、手放すものがだいぶあるんですね。で、どう見せればいい？こちらです。じゃじゃーん、見えるかな？反転できないか。手放すものを紹介していきます。まず一つが、見えるか、こちら折りたたみ式のベッドです。そして収納ケース、これニトリです。これ1点。あとは椅子とこのデスクですね。デスクとテレビ、あとこのラックって言うんですかね、ハンガーで吊るすもの、なんて言うんですかこれ、ラックですよね。とここにある、これも収納のケース2点。これらを手放すことにしました。こんな感じで、ミニマリストへの道をこれから動画で配信していこうと思います。でもね、だいぶもう少なくなったんですけど、あとはね、あれもやりたいんですよね。やりたいことは Vlog を、動画配信っていうとなんかリアルな感じなので、YouTube にアップしていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた。